カジヤノバクーラ作品14は、ピョートルチャイコフスキーが作曲した全三幕のオペラ。リブレットは、ヤーコフ・ポロンスキーの執筆で、ニコライ・ゴーゴリの短編集、リカーニカ・キンゴーやわからの一編、クリスマス・イブに基づいている。リブレットはもともと作曲家のアレクサンドル・セルオフのために書かれたものであったが、彼はこの題材によるオペラを短編の状態で残したまま1871年に、 この世を去っている。本作は1874年の6月から8月21日にかけて書き進められた。作曲に着手したのはハルキウ州、ニズイでの休暇中であり、ウソボで完成されている。作品は1873年に制去したロシア大公妃、エレナ・パブロブナの思い出へと捧げられている。チャイコフスキーは匿名で本作の楽譜を芸術は 永遠、人生は短いをモットーに掲げるコンクールに提出し、勝利を収めて1500ルーブルの賞金を獲得した。初演は1876年12月6日に、サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場において、エドワルド・ナープラブ・ニークの指揮によって行われた。舞台監督は、ゲンナジー・コンドラーチェフ。舞台美術は、ミハイル・ボチャロフと、マトベイシシコフが手掛けた。 本作の上演史は短い。マリーンスキー劇場で数シーズンにわたり、計18回の上演が行われたものの、チャイコフスキーは他の劇場での上演を許可しなかったのである。本作に満足できなかった。彼は1885年に手を加えて、チェレビチキーへと改作している。ニコライ・オーゴリ・ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン。 トランペットに、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに、トライアングル、タンブリン、シンバル、大太鼓、ハープ、言語部、水槽体。カジヤのバクウラ印刷府の表紙魔女である未亡人の、ソローハは月を盗もうという悪魔へ手を貸すことに、同意する。悪魔は彼をあざけ笑うような肖像を描いた、ソローハの息子、バクウラに苛立っている。決心した悪魔は、雪嵐を起こして、 爆裏が愛する奥さに会えないようにする。嵐が吹き荒れる中、ソローハは空に駆け上がり月を盗み、奥さの父であるチュブと女妻は道に迷ってしまう。奥さは一人寂しく、家で待っている。彼女は様々な気分になり、音楽はその心境をなぞって、次第に速度を増してくる。そこへ、爆裏が入ってきて、自らを称える彼女を目にする。 彼女は爆ラをからかい、彼は彼女を愛していると伝える。チュブが嵐から帰ってくるが、それをチュブだと思わなかった、爆ラは彼に殴りつけて追い返してしまう。一部始終を目にした奥さんナは取り乱して、爆ラを送り返す。村の若者がウクライナのクリスマスキャロルを歌いながら周囲に現れる。奥さんナは自分がまだ爆ラを愛していることに気づく。 最初のシーンでは、女妻、チュブと悪魔の三人が、次々とソローハを誘惑しにかかり、彼女の小屋で袋に閉じ込められる羽目になる。バクーラはその重い袋を閉めて、引きずって、捨てようとする。外では三つの合唱隊が争っている。奥様は、自分のために、女帝の靴を手に入れなければ、バクーラとは結婚しないと言って、彼に恥をかかせる。走り去るバクーラは、 自ら命を絶ってしまいそうである。彼は袋のうち一つを持ち、二つを残していく。残された袋には女債とチュブが入っていた。森の精霊が水のせいにウラが近づいてくる。彼は自死するつもりであると注意を促す。悪魔がウラの袋から飛び出し、奥様をバをウラのものにする対価として彼の魂を手に入れようとする。 しかしバクーラは悪魔の背中によじ登り、そのまま悪魔をサンクトペテルブルクへ向かわせる。バクーラを女帝の宮殿で下ろした悪魔は暖炉の中へと消えてゆく。バクーラは女帝に越見しに向かうコサックの一団に紛れ込む。円柱の広間で合唱隊が女帝を称えるポロネーズを歌っている。バクーラは女帝の靴をメヌエットを踊るためにと要望し、風変わりで 面白い願いであったために認められる。ロシアとコサックの踊りが始まると悪魔がバクーラを連れてその場を去る。続く場面はクリスマスの朝の街の広場から始まる。ソローハとオクサナはバクーラが闘神自殺したものと考え彼のことを嘆き悲しんでいる。村人がオクサナをクリスマスの共演へと誘うが彼女は涙を流しつつ走り去る。 バクウラが靴を手に戻ってきて、チュブに殴ったことを謝罪するとともに、奥様と結婚させてほしいと申し出る。奥様が現れ、自分が欲しいのは馬鹿げた靴ではなく、バクウラなのだと伝える。チュブはリュート奏者を呼び、皆が祝福する。ありがとうございます。